カーティス・マイケル・カサリは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、コントラコスタ軍、ウォールナット・クリーク出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウ MLB のサンフランシスコ・ジャイアンツ所属。2011年の MLB ドラフト11巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 コネチカット・タイガースで、プロデビューし、10試合に出場した。7月に、 A 級、ウェストミシガンホワイトキャップスへ昇格。A 級ウェストミシガンでは25試合に出場して打率。227、2本塁打、14打点を記録した。2012年はまず、a q ウェストミシガンでプレーし、48試合に出場して打率。288,8本打二25打点、2投塁を記録した。6月に、 A 級レイクランドフライングタイガースへ昇格。46試合に出場して打率。2 5十1本塁打、18打点を記録した。タンパベイレーズ時代2013年3月25日に、カイル・ロブステインとのトレードで、タンパベイレーズへ移籍した。移籍後はまず三下の A 級、シャーロット・ストーン・クラブズでプレーし、46試合に出場して打率。268、 5本塁打、22打点、1盗塁のを記録した。7月に AA 級モンゴメリービスケッツへ昇格。35試合に出場して打率、383、5本塁打、31打点を記録した。2014年は AA 級モンゴメリーで開幕を迎え、22試合に出場。打率、314、1本塁打、13打点の成績で、5月に、 トリプル A 級ダーラムブルズへ昇格。トリプル A 級ダーラムでは46試合に出場して、打率、237、3本塁打、15打点を記録した。7月18日に、ライアン・ハニガンが、故障者リスト入りしたため、レーズとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のミネソタツインズ戦で、メジャーデビュー。8番、保守で、先発起用され、 四打数一安打だった。2015年はバックアップ保守として38試合に出場。打率こそ238と低かったが限られた出場機会で10本類が超打率594という成績を残し圧倒的なパワーを発揮した。守備面では37試合でマスクをかぶって1失策。守備率996。 DRS-1、トール位素指率27%という内容だった。2016年は、正保守格に抜擢され、チームの保守陣では、最多となる84試合に出場。前年には、圧倒的なペースで長打を生産したが、この年は、打撃不振に陥り、打率、186、8本塁打、25打点、オプス0.609という成績の終わった。 他方、守備面では4失策、守備率99、993 DR、DRS11RF9.24、投類阻止率36%と、見事な働きを見せた。2017年は大半を、トリプル A 級ダーラムで過ごし、メジャーでの出場は9試合にとどまった。オフの11月6日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級ダーラムへ配属された後、7日に、 FA となった。2017年のオフから2018年のスプリングトレーニング期間中にかけては、ロサンゼルス・エンゼルス、ついでテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結んでいたが、2018年3月22日にレイズとマイナー契約を結んで出戻った。シーズンでは開幕からトリプル A 級ダーラムでプレーした。2018年5月31日に、 金銭トレードで新シシナキレッツへ移籍した。6月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、移籍後初出場となった翌2日のサンディエゴパドレス戦では7番保守で先発出場して本塁打を含む2安打を放った。2020年オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年1月4日に サンフランシスコジャイアンツと150万ドルの単年契約を結んだ。ありがとうございます。